杉並区西荻北4丁目の店舗で還付金詐欺が発生しました。70代の女性に対して区役所職員をかたる者から医療費の還付金がありますと電話がありました。話を信じた女性は続けて電話をかけてきた銀行員をかたる者の言う通りキャッシュカードを持って ATM へ行き、誘導されおよそ140万円を振り込んでしまったということです。還付金を ATM で返還することは絶対にありません。 ATM の操作に不慣れな高齢者を対象として被害が多く発生しています。ご注意ください。